はい、どうも、7分トーキングの竹尾です。12月30日ですね、もうほぼ年末ということなんですけど、今回の動画では、また仮想通貨の、相場解析というかね、していきたいと思います。はい。どうやってね、こう、チャート見せずにね、いけるのかって思ってたんですけど、こう、チャート見せる方法思いつきました。これ iPhone ですね。iPhone で、これメタ5の、アプリなんですけども、このね、メタ5のアプリを使うと、こうチャート見せれますよね。はい、いいなと思って。これ、今後使っていこうかなと思います。でね、今実際こうやって見てるとね、今朝ですね、今朝早朝ね、これ1時間足なんですけど、1本ね、アウトサイドバー出たんですよね、大きな陰線の。で、これがあったんで、本当はね、買い目線でガンガン行きたかったんですけど、もう、一回行けない感じで、今目線フラットになってます。で、日足とかも、もうものすごく小さいし、もう本当気迷い相場みたいな感じになってて、で、1時間足とね、1時間足は、朝から、売り目線だなっていうところで見てたんですけど、実際ですね、やっぱりこの80万5千っていうところが結構ね、そのラインとして重要になってて、今ちょうど割ってきたんですよね。で、これちょっと割ってきたんで、終値ベースでね、しっかりと割れてきたら、ここからまた打っていきたいなというような感じで思ってます。多分ね、今日の相場は、上にも放たれやすい、下にも放たれやすい、で、さらにレンジにもなりやすいっていう、いわゆるよくわからない相場なんですよね。で、相場っていうのは基本的に、まあ、いろいろね、皆さん、考えると思うんですけど、僕の中では、トレンドで、まあ、上昇トレンド。で、下降トレンド。で、レンジ。で、あともう一つよくわからない相場っていう、まあ、四つ、自分の中では、考えてまして、もちろんね、上昇トレンドっていうふうに判断した場合は、買いで攻めます。下降トレンドって判断した場合は、売りで攻めます。で、レンジって判断した場合は、レンジ幅決めて、上下でね、入るときもあれば、そのレンジっていうのが、例えば、日足とか週足とかで大きいレンジでば、レンジの場合はね、この中の小さなトレンドを取るっていうような方法を取るんですけど、例えばね、今日みたいに、ちょっとよくわからない相場、もう揉み合いで完全にね、日足もちょっと小さいし、ヒゲ出まくってるしっていうような、よくわからない相場っていう時は取引しません。はい、っていうことですね。で、よくね、聞かれるんですけど、今日買いですか、売りですかっていうふうに聞かれるんですよ。大体ね、今日買いですか今日売りですかっていう風に聞いてくるんですよね。今日とか、まあ今とかね、今買いですか今売りですかっていう風に聞かれるんですけど、正しい聞き方は、今買いですか売りですかそして今何もしない街の相場ですかっていう質問がおそらく正しいんじゃないかと、僕個人的には思ってます。はい。っていうのはですね、その結局、待つ時って結構多いんですよ。常にポジション取ってる人って、あんまり買ってる人いけない印象で、まあもちろんね、スキャルピングでね、もうバン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 ね、やってて上手い人もたくさんいます。たくさんごめんなさい、いないかな。僕の周りでも何人かいます。っていうところで、別にね、そういう方を否定してるわけではなくて、それはそれでね、スタイルを確立してるんですごいと思うんですよ。ただ僕個人的にはそれってすごい難易度が高いと思います。なので、初心者の方がそれやろうと思っても、まあ無理だと思うんで、初心者の方どうしたらいいかっていうと、待つんですよね。ちゃんと、その相場の中で自分が勝てるポイントまで待つっていうことがすごく大事。だから全然ノーポジションでも OK。ノーポジションっていうのもある意味ポジション持ってるのと同じような感じだと僕個人的には思ってます。はい。っていう感じなんで、買いなのか、売りなのか、レンジなのか、まあ待ちなのかっていう、結局このね、相場状況っていうのをしっかりと把握することがすごく大事になってくるっていうことで、今日のね、相場から学べることはそういったことかなと思います。はい。でね、あとね、もう一つ言われることが、今日買いだって言ってたじゃないですかって言った後、売りでね、すごい下がった時とかあるんですよね。で、こういった場合ってね、今日買いって言ってたじゃないですかっていう、もう発想がちょっと間違ってると思ってて、どういうことかっていうと、基本的にね、シナリオっていうのは複数用意してるもんなんですよ。要は、僕は買い目線ですって言ってるけど、上がりますよとは言わないんですね。買い目線ですよ、今日はっていう時に、今日上がりますよっていう風に捉える人はちょっと間違ってると思ってて、買い目線ですよっていうのは、上がりますよっていう意味ではなくて、上がった時、買いますよは、上がったら利益出ますよっていう意味なんですよ。上がりますよじゃなくて、もし上がったら僕は今日利益出ますよっていう意味なんですよね。だから、上がるかもしれないし、そのままかもしれないし、下がるかもしれないし、こんな動きするかもしれないしっていうのが相場なんですね。で、よくね、予想される方いらっしゃいますけど、予想は当たるか当たらないかなんて、ほんと 50% なんで、そんなことはどうでもよくて、上がるかも、今日はね、買い目線ですよって言った時は、上がったら僕は利益出ますよって話で、下がったら損切りしてますっていう話なんですよ。要は。で、もちろんね、買い目線やって言ってても、思いっきりですね、ローソク足のパターンがですね、売りのパターンになったら、当然そこから目線変えますからね。目線っていうのは常に変わるものですし、シナリオっていうのは常に複数用意しておくものなので、そこのところをちょっと勘違いしちゃってる人も結構多いと思うので、そこも注意していきましょう。ということで、今回の、ビットコインというかね、まあ相場の解説はこれで終わります。